ピントとカネチーで EFG チョーでシュキョロです。イエロータローです。 EFG チャラーンだよ。 EFG チャラーンだよ。さあ来ました。やるか。さあ始まりましたけども、はい、今日は面白そうな企画ものをちょっと企画ものっていう企画ものをやってみたいと思います。セクシービデオみたいになるから。なんだセクシービデオ。まだ知らない。やらしいこと。お前首すしにデコピンやめろよ。今日やるのは、はい、スマホ写真バトル。ハッシュタグスマホの中身で対決。なんで言い換えた。スマホ写真バトルでいけよ。スマホ写真バトルか、はい、ハッシュタグスマホの中身対決。多分そっちになるよ。お前の影響力的にそっちになる。ちょっとかぶせてみました。ごめんなさい。そういや首筋でコピーすな。おい、今日はですね、はい、今からボックスの中からテーマを引きまして、うん、そのテーマに合った写真を出せた方が勝利でございます。なるほどね。面白いじゃん。面白いですよ。じゃあどうします？勝った方負けた方。ああ、じゃあもう本当に首切りますか。首切るか、勝った方が選んだ写真でハッシュタグ大喜利をツイッターにあげるっていう。ああいいね。どうそれにしましょう。首切り。首切りじゃない。そんなわけないじゃん。あっちで。はい、かしこまりました。はい、それでは早速いきたいと思います。先行後攻決めようか。え、じゃあそのテーマですかね。はい、あー、なるほどなるほど。じゃあどっちが引くか決めましょう。お前引けやん。そんなんどっちでもいいんだよ。どっちが引くかな。さあどっちが引くか、あなたたちも選んでね。どっちの方が、あー正解はりんたろーでした。最初のテーマこちら。かわいすぎー。来ましたー。俺勝った。え、マジで勝った。可愛すぎるの俺の方が選べばいいんだもんね。うん、マジでヤバいのある。俺、え、最近ね、うん、見つけたんですよ。見つけた。え、何回提出ですか。1回1回1回だけ。じゃあこれダメか。このかやとかやとかねちかのツーショットダメか。可愛すぎるかやとかねちかのツーショット使えないか。さあ、じゃあ、はい、はい、パソコンで出します。はい、ちょっとやっていい、うん、読んでください。かわいい。かわいい。もうダメだろ、もう。かわいいな。もう終わっただろ、これ。いや、でも俺も負けてない。マジ、うん、これね、エモさポイントが1個、うん、自分で食べてる。あー、フナッキが1個自分で食べちゃってる、うん、それをみんなにあげてる、うん、卒業の日に。あ、やばくない？あ、かわいい。この最後の結ぶだけにとか、やばくない？これやばいだと。この後、俺らも降板するものになるってとこかわいい。いや、それはもうかわいすぎる。てか、かわいそう。かわいそう。え、それも入れるってこと？かわいそう。もう勝ちじゃん、じゃあ。だいぶかわいそうでしょ、それ。かわいい。うわー、やられたなー。この表情を見てください。この間の記者会見見ました？いや、見てないですけど。あれ、わかりやすさん、はい、真剣な顔を表情するとこれになっちゃう。いや、いや、かわいいけど。だから、いろんな人が感動的な手紙読んでたりしたんですよ。全部この顔だったんですよ。で、これもう一個かわいさがあって、はい、この隣のゴールキーパーやったんです、はい、凛太郎さんですね、はい、これ遊ばれてたんですよ、うん、本並さんっていう本命のゴールキーパーがいて、いて、はい、それに気づかず遊びのゴールキーパー。じゃあこれかわいそうってことですか。かわいそうってことですか。かわいいね。いや、まあ、かわいいけどね。旬だし。これでいいんですか。いやいや、戦えるのかなと思って。え、いや、もちろんこれ可愛いですよ、カリナパイセンは。え、待って待って、これ俺の本気だと思ってる。やっぱそうだよね。やっぱこれは勝負にならないよね。当たり前じゃん。当たり前じゃん。話になんないもんね、これだとね。いや、仮に送ったのになんか。ごめんごめんごめん。待ってよ、いや、十分可愛かったけどね。あと、おめでとうございます、マルカリさん。
さあ来ました、はい、じゃじゃん。いや何これ可愛いでしょ。違う違う可愛いとかじゃなくてこれあのダメなのよ世に出しちゃダメなのよこれまだ出しちゃダメじゃん。嘘無理。そう俺ヌード出すところはさアンアンって決めてるから嘘、うん、俺ヌード出せばアンアンなのよ。今出しちゃダメなのこんな腐れ YouTube お前誰のチャンネルが腐れ YouTube だこんな手抜いたことをダラダラ喋り続ける雑なアットホームな YouTube で出すべきものじゃない。そこがいいっていう人もいるんだよ。いやダメです。これはモザイクかけといていつか出すものだからダメ。これダメ。可愛いけどの少年みたいで。もうダメです。こんなモザイク処理すごい。あのサイズも可愛いじゃん。金ちゃんいやだから出てないのよ。モザイクかかってるからさ、ポコチン出てるみたいな言い方したけど、出てないからそこだけはちょっと訂正させて。あ、うん、悔しい。さあというわけで、うん、どうでしょう、少々。はい。3つやってじゃあ。そうか。そういうことか。まだまだ戦えちゃった。やっぱりワイルドでセクシーでやってるから。そっか。じゃあダメか。さあそれでは続きましてはこちら。バン。腹立つなハッシュタグ。さあ来ました、ハッシュタグ腹立つな。こちらでバトルをしていきたいと思います。これはちょっとね時間かかるな。腹立つことってないからね意外と。もったいなリントロ、さっきの俺のやつ腹立つなで使えたの。うわーバカだねあれ腹立つもんな。くしょー。はい、じゃあリントロから。はい、ジュガジャン。あー腹立つより可愛いが上回っちゃうかもなんか腹立つな可愛すぎ。これこっちも兼ねてるから。なるほどね、2個使ってきたって。そうそうそう、ダメだよ。えそんなに何か出したらこれはあのイグジットになったぼる塾のあんりちゃん、ちょっと可愛いかなやっちゃったね。嘘やっちゃった。腹立つかな次俺これですあのいつもカッコつけて雑誌とか大好きで写真撮るのも大好きでめちゃくちゃナルシストみたいに顔カッコつけといて後ろ撮ったらこれめちゃくちゃ腹立ちました。ああ痩せる前ね。そうこれはねあの一番腹立つ理由が毎回衣装のことで文句言うそう、うわこれちっちゃいよとか、いやこれでかすぎるなとかそう、でかいことに対しても文句言うの。で、そのサイズとか気にする前にまず自分の体型気にしろよと思ってめっちゃ腹立ってましたね。でも痩せたか。で、この時の自分を見てどうすか。まあ可愛い。可愛い。可愛い。こっちになっちゃう。こっちになっちゃう。嘘でしょ。あちょっと。いやこの時とかめちゃくちゃ不機嫌だってリンタロウさん。超腹立ってたよ。わかる。これだ、プランちゃん。ハッシュタグ、ザ芸人。ザ見ました。芸人、ザ芸人っぽい写真ですね。芸人っぽいことをしないようにしてるからな。うん、さあ、それではりんたろーさんのザ芸人はこちらだ。ズドン。あーこれよかったねこれ芸人でしょ。これおもろかったなぁ。あんまないじゃん。うん、これタモリさんの番組だよね。タモリさんの番組で、しかもこれあの花フックで笑いを取りたいわけじゃん、うん、円に顔が入らないってことで笑いになったでかすぎて。でかすぎて芸人だよね。これはいいね。あの俺らの YouTube でさ、顔を小顔矯正しながら早食いみたいな、うん、あん時もおもろかったけど超えたもんねかなり超えた。芸人やってるなって感じするよね。これおもろかったな。じゃあ俺の方お願いします、はい、これですこれあの一人であの番組の前説とか結構やってたんですよ、金芸人の時、うん、でいろんなネタ番組の前説行ってる時にシンプルに名前間違えられてる、楽屋で。しかもこれ俺があげた T シャツじゃん。そうですよ、俺があげた時にまだ行ってたってこと。あの時だってまだ組んでないし、だって5月か6月ぐらいに出会ってるじゃないですか、だから夏なんですよこれ、半袖じゃないですか。あだから出会って服のお下がりとかりんたろーさんがくれて、8月とかかな、だから8月ぐらいで M1 出ましょうってなった時ぐらいですね。だから髪もちょっとチャラくなってる。 M1
M1 出ましょうのちょっと前で、なるほどね、ピンで前説行きまくった時期、今となってもイグジットだって今日も食べちゃったカンペで金光って書かれてた、書かれてた未だにあるのよね。いや、そんなことあると思っちゃったよ、金松、金光めちゃくちゃある。全部終わりましたね、はい、これで。これどうやって決めるんですか判定。じゃあ僕あ、お願いします。はい、なんでしたっけ、これですね、ザ芸人、かわいすぎ、かわいすぎ、腹立つな、この3つで、はい、どっちが勝ちか、はい、さあお願いします。じゃあ総合結果は、はい、金近の勝利。よーし、嘘でしょ、おかしいなぁ、浅瀬の芸人え、何ポイント何ポイントですか総合的に見て、うん、総合的に見て、フナッキーのやつはフナッキーの一本勝ち、フナッキーの一本勝ちだ。ここでもう終わったよ、もう終わってた、かわいすぎて、最初のかわいすぎ賞が決まって何だったんだ他の2つ。だって忘れてます、え、オハスタの作家さん、うん、中村さんですよ。おいそうやん、え、忘れてました、かわいそうも入ってるってことでしょそうそうそう中村さんがそもそも俺らをハスタに呼んでるから。そっか、そうよ、癒着やんで、火曜日で同じ担当だから、曜日、いや、それで選んでるやんうーわー、え、罰ゲームなんだっけ。罰ゲームはなんか首切りいや、そっちということで、俺が選んだ写真で、ハッシュタグ大喜利をツイッターに上げるという、どれでもいいの、俺が選ぶんだよ。え、俺の写真の、うん、当たり前、そんな、だって自分が面白いやつ選べるじゃん罰ゲームじゃねえだろ、そんな、見せられない写真もあるなやめてくんない、マジでマジでやめてくんない。なんかさ、そのおしゃれ女子の、うん、フォルダ見てるみたいなのがひたすらかっこいい自分とご飯の写真なんなのこれ、ひたすらかっこいい自分とおしゃれなご飯しかないじゃん、あと化粧品やめろよ、これは、これは負けるわって感じ、これ恥ずかしくない、人にフォルダ見られたら。いや恥ずかしいよ、ひたすらおしゃれな、うわうまそうシンプルにご飯がうまそう、ムカつく、冷やし中華、ムカつくぐらいうまそう俺これにします、いやだ恥ずかしいよ、確定しました、これにします、じゃんこれ凛太郎さんが、今からツイッターの方で上げますので、恥ずかしいな、お楽しみに。というわけで、はい、スマホ写真バトルは兼近くんの勝利、イエーイ。というわけで近日に、僕が走った大喜利するということで、加工なしね、あの俺が見たやつそのままですよ、変なことしたら絶対ダメです、しないよ、するわけないよ、見せたからねここでで変えてたらマジ痛いマジ痛だから、りんたろーマジ痛いと思ったらいいねあの本当に痛いなと思ったらいいね、一緒じゃねえかチャンネル登録しっかりのだろう、おまたが Here we go。いいかやめろお前話すのよ、絶対おい、やめろお前、この角度だったらどうなると思う、手に当たんだよやめろこれだったらどうなる、やめろ